おはようございます。おはようございます。はい。今日はですね、はい、話したいことをやっていこうのコーナーですよ。普段こう考えてることがね、はい、これを視聴者の方々に届けたいと、熱い気持ちで、ちょっと言いたいことがあって。というのも、前回の動画でちょっとちらっと言ったんですけども、はい、機械に頼るっていうこと、はあ、自分の声を機械に頼って自分の耳で判断するのではなくて機械に頼るのは良くないよっていう話をしたんですよ、はい、チラッと、はい、で、まあ、これどういうことかっていうと、うん、自分で録音機をね、例えばレッスンをしてもらって、うん、先生にレッスンしてもらってそこに録音機を置いといて、うん、これも当たり前のことなんですけどね、うん、録音機を置いといてそれを例えば帰り道に聞くとか、うん、まあ真面目な人だったら家でそれを聞きながらノートに書いたりね、はい、僕も昔やってましたけど、はい、そういうのってものすごい大事なんですよ、うん、自分の歌った歌の音程がちょっと低くなってるとか高くなってるとか、うん、どういうところで低くなるのかどういうところで高くなるのかとか、うん、なんでここはこういう風になってしまったのかっていうのを自分の耳で判断することが重要なんですよ、うん、テンポとかもそうですよ、うん、なんでそうなっちゃったのか感情が先走っちゃったから速くなっちゃったなとか、うん、そういうことって多々あるんですよ。誰でもあることなんですよ、うん、でそれは自分の耳で聞かなきゃいけないんですよ。ほうほう、それをそ、ね、例えばですよ、うん、カラオケの機械とかだってそうですよ。ビブラートが何秒出てるのかとか何回とか、うん、しゃくりが何回とか、うん、拳が何回とか、うん、そういうのって、まあ、機械が判断してることじゃないですか。まあそれもそうだし、生徒さんがここにいらっしゃった時とかにたまに言うんですよ。自分が前通ってたボイストレーニングではこういう機械を使ってて、でこれに対しては何パーセントとかってもう何ですか、そのレッスン中に出る数値、そう、歌を歌って、でその機械をこう再生するわけですよ。その機械で自分の歌を再生するわけですよね。そうするとそこで機械がこう判定してくれるみたいな、そういうのを使ってるわけですよ、いろんなことに。良い悪いみたいな、良い悪いとか何パーセントとか何回とかってなんかいろんなのが出るっていう機械、まあいろんなのがあると思うんですよ。声帯に関することとかいろんなことがあると思うんですけども、それそんなのをこうそんなのに頼るっていうのは僕はね良くないと思うんですよ。要は発声っていうのを科学で考えすぎるなということですよ。たまに社長言うじゃないですか、それは科学だねって、それは科学だからそれはそこまではわからないよってたまに言うじゃないですか。そういうやり方の勉強する人ってプレイヤーじゃないじゃん。そう、プレイヤーじゃないです、うんうん、それは学者ですよ、うん、そうね、そうそう、僕たちは歌手だし、そういう教え方もされてきてないし、そんな機械でね、機械っていうのも録音機ぐらいしか使ってないわけじゃないですか、でそれは自分の耳で自分の歌を判断するために録音機を使ってるわけですよね、うん、もうパーセンテージが出たとか出たりとか、それは機械がいい悪いを言ってるわけじゃない。そう、機械がなんか判断して、ほらここは機械がこういう風に言ってるからダメでしょっていう、先生の考えは、先生が言う、先生がその声を聞いてどう思うんですかって話じゃない。そうですよね、だから機械頼りなんですよ。だってさ、歌聞く人って誰ですかって話じゃない、うん、機械に判定してもらって点数の高い人が勝つんですかっていう、まあそういうカラオケの番組もあるけどさ、うんうん、それあれはまあ番組なわけで、実際に舞台とか演奏会とかだったらお客さんが聞いて感動するかしないかじゃん、いいか悪いかみたいな。それもそうだし、うん、機械に頼ってたら治んないって話ですよ、うん、機械に頼ってたらもう改善されないわけですよ、うん、自分の耳でしか改善されない、音程とかなんて特にそうじゃないですか、うんうん、音程、機械が低くなってた高くなってたからって、それは機械に判断する、なぜそこが低くなったのか高くなったのか、どこが低くなったのか高くなったのかっていうのが大事じゃないですか、うん、この曲の中で何パーセント音程が低くなったのか、ん、何パーセント音程がいいとかってそういう問題じゃないじゃないですか。音程が良くなる、そういうカラオケだってそうじゃないですか。うん、そうなんや、音程正確率っていう風になってるわけですから、何パーセントですよね。どういう音型の時に音程が悪くなったのかとか、そういうことが大事 なわけですよね、はい、で僕のところに質問とかもたくさんね一問一答できるんですけども、うん、もう科学なんですよ、うん、社長先生に言いましたけど、発声の質問前たくさん来てて答えまくってたから、うん、最近発声の質問がじゃなくてもう科学の質問になってます。面白いな、科学の質問じゃんこれって、科学者じゃないし、もう歌手だから、
そういう勉強をはっきり言ってそこまでしてきてないし、声帯のなんか声帯の例えば薄さとか厚さとか長さとかそんなん詳しくし、ね、勉強してないじゃないですかそもそも、うん、面白い、ね、呼吸した時に横隔膜がどう動いてとか、まあ、それはこの基本的なことはありますよ当然、うん、基本的なことはあるけども、うん、なんかそういうことをすごく突き詰めたら歌が上手くなるんじゃないかって思ってる人たちがたくさんいるっていうこと、それで発声が解決するんじゃないかっていうこと、でそれを使ってボイストレーナーはそれに対してそれを使って教えてるっていうことにそれは違うよって話をしたいってことですよ。わかります。それは違うんだと、もっとね、もっとそういう科学とかじゃなくて具体的じゃなくても抽象的なこととかそういうイメージ的なことだから僕いつも言ってる後ろに引っ張るとか回すとか、そういうのを先生と一緒に作り上げていくことがどれだけ大事かっていうことで、まあ先生と二人きりじゃなくて、例えばレッスンの中で僕もこうやってあの YouTube とか見せてね、ほらこの歌手はこうなってるでしょとかっていい、そういうのでもいいですよ、そういう上手い歌手とか下手な歌手も含めて、ほらこの人はこういう風になってるでしょとか、同じ耳を持つっていうこと、先生と生徒が同じ耳を持つっていうことが大事だと思ってるからそういうことやるし、それも聞くわけですよ自分で、科学になりすぎないこと、全くなっちゃいけないってわけじゃないんだけども、機会はね、それはもちろんその良い機会が出てきてるから、うん、YouTube を見たりとかさ、世界の今までもう死んじゃってる歌手とかもいっぱい見られるわけじゃん、うん、そうですね、そういう風に使うのはいいと思うんだけど、判定はやっぱり、そう判定、ね、良し悪しを決めるのはやっぱり人間じゃないとダメだと思うね、うんうん、それはそうだね、やっぱ耳で、自分の耳を育てていかないと、うん、そうね、耳を育てるってのはとっても重要だよ、耳がね、育たないんですよそれじゃ、うん、耳が育つことによって技術がアップしていくんですよ、うん、それを分からなかったらいつまでたってもうまくならないです、うん、絶対、はい、そういうことをね、ぜひご理解していただいて、まあ、ご理解 、はい、まあ、しなくてもいいけどねしなくてもいいです、別にせんでもいいけど、まあ、僕はそういうふうに思ってるっていうことです、そうだ、はい、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです、はい、はい、ありがとうございました。